我らが、門の内にて本編。我らが、門の内にては、1920年公開のアメリカ合衆国のサイレント映画。監督は、オスカー未賞で、ジムクローフォー、クー・クラックス・クラン、アフリカ系アメリカ人の大移動、ニューニグロといった20世紀初頭のアメリカ合衆国における人種問題を描いた。人種映画と呼ばれるジャンルの一本。 アフリカ系アメリカ人監督によって作られた映画の中で現存する最古のものとして知られている。南部出身のアフリカ系アメリカ人女性、シルビア・ランドリーは北部のいとこアルマの家に滞在して婚約者のコンラットの帰りを待っている。しかし、コンラットに横連慕するアルマが策略を持ち、二人の中は破綻。シルビアは南部に戻る。シルビアは南部で ジェイコブズ兄弟が運営する黒人のための学校の手伝いをする。しかし、資金難で閉鎖の危機。シルビアは資金を集めるため、北部のボストンへ行く。ボストンに着いた早々、シルビアは黒人の泥棒に財布を盗まれる。しかし、黒人医師のビビアンが財布を取り戻してくれる。資金集めをしていたシルビアは、子供を助けようとして、車にひかれてしまう。 車に乗っていたのは、事前課の白人ワーウィック夫人。かねてより人種問題に関心があり、5000ドルの寄付を検討する。南部からボストンに遊びに来ていたジェラルディンに相談するが、ジェラルディンは黒人に学問はいらない。学校に寄付するくらいなら、インチキ黒人説教師のオールドネットに100ドル、くれてあった方がましという。しかし、ワーウィック夫人は熟考の末、寄付を決める。 シルビアは南部に戻り、学校で教師をする。そこに、アルマの義理の兄ラリーが現れる。ラリーは、黒人ギャンブラー殺しの罪で北部から逃げてきた。金が欲しいラリーはシルビアに、過去の秘密をばらされたくなければ、学校から金を盗んで来いと脅迫する。シルビアにそんなことができるわけがなく、夜に紛れて北部に逃げ出す。ラリーも北部に戻るが、 強盗をやっている最中に撃たれる。それを治療したのは、ビビアン医師だった。ビビアン医師はアルマから、シルビアの過去の秘密を聞かされる。シルビアは、南部で両親、弟と貧しいながらも楽しく暮らしていた。ところがある日、父ジャスパーが、地主のガードルストーンのもとを訪れると、理由もなく、責められた。いたずら好きの黒人出自エフレムがあることないこと言った、せいだった。 ちょうど黒人嫌いの白人が窓の外から銃でジャスパーを狙っていた。しかし、ジャスパーが地主とも見合いになり、地主が撃たれて死んでしまった。エフレムは、ジャスパーが地主を殺したと言いふらした。一家は沼地に逃げ、白人たちは男も女も銃を持って捜索した。両親と弟が見つかった。弟エミルは辛くも逃げたが、両親はン地にかけられた。 首を吊るされた上、死体を焼かれた。シルビアは潜伏していた家で、地主の兄弟、アーマンドに見つかり、レイプされかけた。しかし胸の傷跡を見て、アーマンドはシルビアが、幼女に出した自分の娘であることに気づいた。その後、シルビアに教育を受けさせた。話を聞いた、ビビアン医師は、シルビアと再会。アフリカ系アメリカ人の戦争での国への貢献を、忘れず、 この国で誇り高く生きていこうと説得し、二人は結婚する。多くの批評家は、この映画は5年前に公開された D.W. グリフィス監督の国民の創生に対する未章監督の返答であると捉えている。公開の前年にも、シカゴで多数の黒人が白人ボートに殺され、あるいは住む家を焼かれるという1919 19年、シカゴ人種暴動が起きている。 この映画は40本以上ある未章監督作品の第2作にあたる。予算が限られ衣装や小道具は借り物で済ませ、取り直しもできなかった。フィルムは何十年もの間、現存しないと思われていたが、1970年代になってスペインで発見された。ラネグラという題名だった。ただし、いくつかのシーンが失われていた。1920年代に、 スペインに配給された時、元々の英語のインタータイトルは4つだけが残り、他はスペイン語のものに置き換えられた。1993年、アメリカ議会図書館の映画保存センターは可能な限り、オリジナルに近い復元を行った。スペイン語のインタータイトルは、スコット・シモンが、ョ章の小説や、ョ章の映画で唯一オリジナルのインタータイトルが、残っている、ボディソウルを参考にして、 英語に翻訳し直した。欠落しているシーンは内容を要約した。ヒロインの両親が臨地される場面1919 19年12月、ミショーはこの映画の上映をシカゴの検閲委員会に請願した。1920年1月17日、アフリカ系アメリカ人新聞、シカゴディフェンダー紙は検閲委員会が許可しなかったと報じた。その1週間後にはこうも報じた。 昨年7月のシカゴボードを目撃した数人が、この映画は、とてつもなく危険だと主張した。一方で、あの時になされた不法行為、リンチなどを知る人たちは教訓として公開すべき時で、あると訴えた問題となったのは、リンチとレープ未遂のシーンだった。オマハ、ニューオーリンズなど、他の都市でも、同じ理由から、上映禁止か、あるいは、問題のシーンのカットを要求された。 論争を経て、1920年にシカゴで公開されると、多くの観客を集めた。ただしそれは、カットされたものだった。1992年、アメリカ議会図書館は、文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして、我らが、門の内にて、を、アメリカ国立フィルム登録簿に保存した。ミショがこの映画で描いているのは、人種問題、黒人の教育、 南部の労働者、女性の権利、そしてニューニグロである。話が北部と南部で行ったり来たりするのは国民の創生と似ていると同時に、この時代のアフリカ系アメリカ人の大移動を表現している。グリフィスは黒人を否定することでリコンストラクションの遺産を台無しにしてしまったが、ミショーは北部と南部の知的な黒人の幸せな結婚で映画を締めくくっている。また、 軍隊内でも黒人に対する差別は存在したものの、アフリカ系アメリカ人が戦争を通じて、アメリカという国家に貢献したことを強調し、国が一つになることを象徴的に描いている。ありがとうございます。